エトラちゃんは見た？私はカリン。今日は夫の赤松が客人を連れて話し合いをする日だ。お、来たかな。何の話し合いかというと、ズバリ赤松の浮気についてだ。あかねさんでしたっけ？はい、赤松さんの彼女のあかねです。自己主張激しいわね。会社の後輩なんだっけ？いつからそういう関係になったの？3ヶ月前から。仕事のことを教えてるうちにどんどん。赤松さん仕事早いし優しいしすごくかっこよくて。いや、のろけを聞きたいわけじゃ。カリンはさ、今も仕事バリバリこなして家のことも何でも一人で解決しちゃうけど。電球書いてる。どれどれ。あかねは俺のこと頼ってくれて何でも相談してくれるんだよ。確かに綺麗な手、キラキラしたネイル、女の子らしい服にバッグ、見れば見るほど私と正反対ね。あかねは毎日俺に凝った弁当を作ってくれて、性格も素朴で一緒にいて本当に安らぐんだ。悪いカリン、俺と別れてくれ。慰謝料として貯金全額渡すから。わかった。本当か？ただし条件があるの。こうして私と赤松は離婚した。離婚してから数週間後。カリン離婚したの？マジかよ。この3人は仲のいい同僚で、この子はユリ、この子はツツジ、彼はトクサ。みんな同じ部署だ。カリン、会社では旧姓使ってるから全然知らなかった。相談乗れなくて悪かったな。同僚なのに浮気だなんて。カリン、つらかったんだね。いやいや、そんな。実はあんまりショックでもないのよ。ちょっと様子が変だなと思ってて、覚悟してたってのもあるのかな。不思議とね。それで離婚の条件って？ああ、それね。私と離婚したら浮気相手とすぐ結婚すること、そして絶対に離婚しないこと。それだけ？それだけ。それ何の意味があるの？だんだん聞いてくると思うわよ。まあ答え合わせは半年後くらいかな。何それ、気になる。とりあえず落ち込んでなさそうで本当によかった。そしてその飲み会から3ヶ月後。ありがとうございました。いやー、今日も飲んだ。カリン、本当にこのお店好きだね。焼き鳥美味しいもんね。結婚する前から通ってるもんな。カリン。ん？げ、あ、赤松。やっぱりこの店にいた。カリン、この店好きだもんな。ちょっと、待ち伏せしてたってこと？いや、別にそうなんじゃ。誰？もしかして、元旦那さん？おいおい、何しに来たのよ。そんな邪険にすんなよ。俺たちの仲だろ。離婚した仲ですけど、冷たいこと言うなって。今から飲みに行こうぜ。おごるからさ。既婚者と二人で飲みに行くわけないでしょ。あ、じゃあ同僚さん、みんなで飲み行きません？ちょ、何言ってんの。迷惑かけないでよ。俺はいいですよ。トクサ君、じゃあ2軒目行きましょうか。それなら私も行きます。そしてそれでさ、あかねがさ、結婚した途端家事もしないわ、仕事も辞めるわ、性格もきつくなってひっつんだよ。今じゃ束縛もひどくって、スマホの GPS 監視されてるから今日もこっそり会いに来たんだよ。素直に持ち歩かなきゃいいのに。しかもさ、あいつ料理もできないんだぜ。付き合ってる時の弁当は親に作ってもらってたんだって。なんで私が作らなきゃいけないのよ。金遣いは荒いし。このバッグかわいいでしょ。カードで買っちゃった。5万円。詐欺だよ詐欺。信じらんねえ。もう離婚してだよ。離婚しないって条件と、破ったら慰謝料増額、覚えてるでしょうね。だいたいあんた気づかなかったの？手荒れ一つしてない手にあんなにゴテゴテしたネイルしてる人が家事や料理ができると思う？うぐ。それに持ってたバッグ、あれ高級ブランドのエトラでしょ？
10万円はするやつよ、あれ。しかもあんなに自己主張激しい人、彼女です。性格が素朴なわけないでしょ。完全に地雷じゃない。なんだよ、最初から知ってたのか。気づかないあんたが悪い。このまあまあまあ、ほらほら、追加のビール来ましたよ。お、飲んで忘れましょうね。ほらほら。あ、え、おう、はい、もう一杯。はい、もう一杯。おう、あ、よし、これで大丈夫だな。トロクサ君、恐ろしい子。じゃあ、俺らこっちだから。うん、お疲れ様。今日はごめんね、バカに付き合わせて。気にすんなよ、あのままだったら確実に付きまとわれてただろう。つうか、あんまり溜め込むなよ。え、浮気されて離婚してショックじゃないって言ってたけど、ショックだったからあんな条件突きつけたんだろう。カリンと離婚したの後悔するようにさ。うん、そうかも。俺だったらそんな思いさせないとか。今は言わなくていいか。たまには友達に愚痴れよ、俺とか。うん、ありがとう徳さん。ご視聴いただきありがとうございました。離婚の条件が浮気相手と結婚して離婚しないことなんて考えつかなさそうです。なるほど、浮気相手が話していた通りの人物ではないと見抜いていたからこそ出せる条件ですよね。そう考えると人を見る目って大切です。私もそんな見る目が欲しいです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また浮気ダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。